はい、おはようございます。2020年5月7日ただいま午前7時ちょっと前ぐらいですね。これは何かっていうと山桜の花びらです。上を見ると結構まだ咲いてますね。こちらの方はピンクが濃いタイプですね。周りは新緑で綺麗です。で、ここはどこかというと信州湯田中温泉の一茶の散歩道という道がありまして、これが江戸時代の俳人一茶の像ですね。それから一茶堂っていう建物があって、なんか一茶のグッズが収蔵されてたようですが、今は別のとこにあると書いてあります。でここに説明書きがあるんですが、約200年ほど前ですね、よく湯田中温泉に来てましたって書いてあります。でこれも一茶の句碑ですね。松の蝉までは読めますが、あとはよくわかりません。こっちなら読めそうです。スズメの子、そこのけそこのけ、おんまが通る。文政2年、一茶57歳。一茶の子は大体結構小動物とか小鳥とか昆虫とかね、読まれてることが多くて、生き物が好きだったようですね。こういう道が約15分分ぐらい続いております。はい、ありがとうございます。